たもやのアート。おい小室圭、解決金の振り込み名義人は弁護士上柴ってやんね。日本人が納得できるようにけじめつけて自分の名義で払わんかい。自分名義じゃないってことはやはりそのお金、まこさんの貯金という名の税金やろ。ふざけるのも大概にせい。っていうか税金から支払われたとなったら元婚約者が心苦しくなるって思わんとね。おい国の役人ども、こんな風に税金が使われる事例ができたんやから税金下げてよ。取りすぎやろ。納税するのがバカバカしくて嫌になるっちゃけど、名義人が弁護士とか金の出所がわからん終わらせ方しやがって、国民は納得せん上に怒りの矛先が秋篠宮家に向かっとるっちゃけど、他の記事では秋篠宮様は小室家を認めず、これからもずっと赤の他人だと知人に語ったみたいなことを書いとったけど、お父様はずっと反対をなされとったけど、眞子さんの体調に関わる事態になったけん折れて結婚許したんやろ。それなのに怒りの矛先を向けられてかわいそすぎやろ。小室夫妻、あんた方はなんてことしてくれたんや。小室家はかなりヤバめの信仰宗教入っとるって噂もあるけど、もうこれ以上皇室に関わらんでくれ。渡米二日後に満面の笑みでパブで仲間と飲み寄ったらしいやん。それとかね、羽を伸ばしてこんな風に写真真近くで撮られとるけども、早速マスコミに狙われとるし、今後も大変そうやね。外に出るたびにこんな感じで撮られるっちゃろうね。もう俺一般人なんだわ、ほっといてほしいんだわ。まあそうやけども、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。